こっちだね。はいはいはい。あ、オッケーオッケー。ここをまっすぐ行けばいいんや。よだれ垂れてる。そしてブランコの歩きっていうのはどれのことやろ。このお、なんかクエスト。あたいはスケバン失格さ。あ、スケバンやったん。それで一人だけ違うってこと。スケバンにとって一番大切なことは、目をかけてもらった義理ある人に決して迷惑をかけないことなんだ。それなりに与えてきたらざまあないよ。担任の道夫先生が大切にしてた教鞭をうっかり捨てしまうなんてさ。道夫先生は優しく見えるけど、怒るとものすごくおっかないんだ。バレたらどんなお仕置きが待ってるか。新しい教鞭を用意してけじめをつけたくても、あの教鞭を不思議な火事で作った特注品、スケバンの値にはとても無理さね。旅人のアニさん、長い冒険をしてこの崖にたどり着いたあんたなら、不思議な火事ってのができるんじゃないかい。もしできるなら、道夫先生の新しい教鞭になるような上等な鞭を与えの代わりに使ってくれない、作ってくれないかい。ふんふんふん。お、小さなメール3枚ももらえる。さすが頼りになるね、旅人の兄さん。図書館の本を調べて、ちょうどいい鞭と鞭のレシピを見つけたんだ。使っとくれ。女王の鞭の賞を受けた、女王の鞭。そんなものを先生使うんすか。いろいろと注文をつけて悪いんだけど、女王の鞭プラス1以上作ってくれ。先生に上等な鞭を渡して、誠意を見せるんだ。わかってるとは思うけど、女王の鞭は先生だから、兄さんが装備してたらダメだからね。それじゃ頼んだよ、旅人の兄さん。あたいにけじめをつけさせてくれ。これはグレトルっていうことなんかな。この制服が一人だけ、あ、これや。ブランコ乗れなかった。あ、乗れるだから何って感じだけど。これで今は 何時なんだ。影の伸びる先って言ったけど、ちょっと待ってね。どこだ。仲間？いや、仲間じゃない。仲間じゃない。そうじゃなくって。え、どこやったっけ？作戦で会っとるんやっけ？戦歴？あ、クエストリスト。これで、どれ、思い出の木の下で。思い出の木の下で、卒業生が残した日記帳に従ってメダル留学への工程を調べてみよう。これの影の伸びる先、影いろんなとこに伸びとんやけど。影いろんなとこに伸びとんやけど、やっぱ夜になってくれんといかんってことかな。ほら、ここめっちゃポケモンとこに似とると思うよね、私。旅人さん、メラジョの効果はもう覚えた？もしまだだったら私が教えてあげようか。ふんふん。オッケー、それじゃあよく聞いて。歌姫ガブリエルちゃんが歌います。王立メダル女学園の効果。さっきのやつ、白樺の森にこぼれ火の花、スズランのベルを風が鳴らすよ。小さなレディは夢見るレディ、大きな世界が私を待ってる。ルルルルー。歩こうザワールド、集めようトレジャー。なんだなんだそれは。全然乙女っぽくない。なにこれ、カイウサギ？スンスン。ガブリエル姉様のとこはとっても素敵だわ。ほら、私のお友達のみっちゃんもお歌に感動しているわ。スンスン鼻を鳴らして涙をこらえてるもの。違うと思うけど。違うとは思うけど。夕方にならんといかんのかな？なんか、もっと詳しく見れるかなと思ったけど、そうでもなかったよね。釣り？釣り名人になるために最も大切なことは諦めない心と忍耐力。小さなメダル集めも同じ。進むのが難しそうな道ほどメダルを拾えるチャンスがある。なんかちょっと深いような、深くないような。そんな感じの内容ですな。なんだ、どこなんだ。どこにも何もないんだが。影の伸びる先。今のこの時間帯は違うってことかな。何あれ、なんか光ってない？光よりよね、なんか。これこれこれ。なんかめっちゃ光るよんやけど。なんと、アイナは思い出のプレゼントを見つけた。アイナは思い出のプレゼントを手に入れた。
こうメダル女学園に食堂にいるグレース先生に渡しに行こう。これや。全然影はまだ伸びてなかったけど、見つけた見つけた。よし。んで、これを、こっちか、食堂。見つけたよー。見つけましたよ、先生。はい、これ。旅人さん、ネキチョン伝言について調べてきてくださったらね。それで何か分かりましたか？はい、渡します。この箱が待っていたの？一体何が入ってるのかしら。では早速開けてみますね。お、グレイス先生が開けた箱の中には赤いリボンと5つの手紙が入っている。先生は手紙を取り出し読み始めた。この学園を卒業したら私は遠い国に行きます。デルカダール王国の王子様と結婚し、その妃として生きることになったのです。お、デルカダールの？マジで？デルカダールのって死んだんよね、確か。奇跡となれば今までのようには過ごせません。王国のため、人々のため、生きると思うと自分亡くなるようで怖いのです。なんか奥さんが死んでからデルカダールの王様おかしくなったって言ったことね。この学園であなたと過ごした日々は素晴らしい思い出となるでしょう。私は絶対に忘れません。だからお願いグレース。普通の少女だった私を覚えていて、これからも私の親友でいてください。あ、やっぱりこの先生で会っとったんや。友情の証として、私の赤いリボンをあなたに差し上げます。きっとよく似合うはずです。ああ、なんということでしょう。これは私に宛てた手紙です。間違いなく、私の親友のものですわ。あの子は学園一の美少女で、真っ黒の長い髪につけた赤いリボンがとてもよく似合っていました。卒業式の日に私は、初めてあの子が結婚することを知らされてね、大喧嘩をしてしまったのです。それ以来すっかり疎遠になってしまい、風の噂で、彼女は姫君を産んだ後、流行り病にかかり、亡くなったと聞いたわ。あの時喧嘩なんかせず、ちゃんとおめでとうと言ってあげたらと、何度も何度も後悔していたの。青春の日々はもう遠い昔だけれど、あの子のことを忘れたことなんて、一度だってなかったわ。旅人さん、本当にありがとうございました。お礼と言ってはなんだけれど、赤いリボンはあなたが持っていてください。え？それはダメじゃないの？このリボンはあの子の青春の形。私みたいなおばさんが持っていても何も意味がないものならず。そういうことじゃないやろ。あなたのお友達に差し上げてちょうだい。そうね。なるべく長い黒髪の綺麗な女の子がいいんじゃないかしら。長い黒髪？そんな子いたっけ？いないよね。おらんけど、そんな人。メダル女学園にいるグレイス先生に頼まれ、校庭に埋められていた思い出のプレゼントを渡した。生き別れた親友との青春の日々を思い出し、先生の気持ちは晴れた。そのリボンはあの子の青春の形。でもね、持っといてあげんといかんやろ。今までに黒髪の、長い黒髪の女の子なんか出てきたっけな。覚えてないよ、私は。いやー、なんかちょっと悲しいお話だったね。さあ、ということで、あれだね。やっぱり、ま、ここのイベントは多分これで終わりなんやと思うんやけど、ここから、クレームランか？何？なんか星マークついとるけど。星マークって何？今おる場所ってこと？そういうこと？今までそんなんついとったっけ？今までそんなのついてましたっけ？なんかちょっといまいちよくわからないけど。ちょっとクレーモラン城下町行きます。さ、これで多分もうね、会話の中とかで出てきた場所には行ったと思うんやけど、これでメダル女学園も行ったし、あとはもう大樹に向かえばいいんかな。とりあえずちょっと私は向かってみようと思うんだけど。はい、クレイモラン地方。これでちょっとそのなんか言ってた、どこだ？ゼーランダ山？ゼーランダ山とやらに行ってみようと思うんやけど。ゼーランダ山は一体どこだ？これで見た時に確か書いとったはずなんやけど。シケスビア雪原、ゼーランダ山方面こっちだ。なるほど、こっち上。
え、違う違う違う。え、どこだどこだどこだ、こっちか。え、なに、どこ、こっち。あれ、なんか刺しとった方角と違くね。いや、でも合っとるね。合っとるね。こっちやね。はい、行きます、行きます。いやー、寒いよ、絶対。まあ、見よるだけで寒いもん。見よるだけで寒いもん。はい。そして、出た出た。ゼーランダ山。あ、あそこに向かえばいいのね。結構下の方やね、地図の。さあ、向かいましょう。ゼーランダ山。ゼーランダ山に、あるんやっけ。命の大樹。そういうのがどこにあるんか、いまいちよくわかってないけど。いまいちよくわかってないけど。びっくりした。追いかけられやんかと思った、この子。これは、お、これは違くね。これは違くね。ちょっと待って。違うとこ、違う方向向いていきよりは、私。こっちじゃなくって、もうちょっとなんか行く場所が。ここは上がらないね。うん。ここには上がらない。こっちの方向か。こっちだね。はいはいはい。あ、オッケーオッケー。ここをまっすぐ行けばいいんや。よだれ垂れてるよだれ垂れとるよ。ちゃんと拭いとかんと。ん？こっちか。まっすぐか。一本道やね。最近になってやっと、やっとちゃんとマップが見れるようになってきたような気がしなくもない。しなくもない。んっと、このまままっすぐ行ったらいいんかな。あ、オッケーやね。このまま、こっち、こっちの方向か。こっちの方向に、行きつつ、このキャンプ場を越えたら OK なわけだ。OK, OK. 行きましょう、行きましょう。はーい、来たぜ、来たぜー。え？で、なに？あ、これをまだ越えていく。あ、何かと思った。ここか。ここか。なるほど、なるほど。これ見たよね。この、凍らされてるやつ。え、この氷は結局溶けないままなの？あれ、氷の呪文のせいでなったやつじゃなかったっけ？あれが極楽鳥？あれは関係ないんかな？おーし、向かいまーす。はぁ、着いた。これがゼーランダ山。聖地ラムダ。聖地ラムダを目指してとりあえず行けばいいんかな。なんかあれ上の方光よりめっちゃ。向かうぜ。頑張って向かうぜ。ね、前より全然、楽勝で、目的地につけるようになってき、これ動きそう。あ、動かない。動かんかった。まさかの、んと？なにこれ、どうやって？ジャンプ？ジャンプですか？回っていける？んなことは、ないっすね。そんなことはないっすね。これどうやってやるんやったっけ？とりあえず降りて、降りて、倒したらいいんやっけ？なんかずっとモンスターとか乗ってないけん何がどうだか忘れたんだけど。弱っ。はいはい、倒していきます。倒した後にこの体が残るんかな。はい、オッケー。お、神がレベル47。やったね。やったね。よし、乗れるようになった。乗ります。これで確かジャンプが結構できるようになったはずなんやけど。どの高さならいける？ここは乗れない。でもこいつが使えるようになったってことは、いける、どこかしら上がれるところがあるということなんやろけど、上がれない。あ、上がれない。はい。戦闘中は降りとることになったんやね。マルティナ強い。マルティナ一発でいけるのすごくない？
はい、オッケー。え、どっか登れるとこないの？お、マルティナレベル44やったね。イエイ。イエイ。この辺、上がれんだよね。いや、上がれないんだよね。あ、この辺？ここからか。この辺から上がれる。違う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 。はいはい。こういう感じで、落ちた。あ、結構上がるな。ふんふんふん。え、で？で、で？あ、こっち？こっちの方向に行けるのか。なるほど、なるほど。はい。こう、ぐるーっと、ぐるーっと回って、危ねえ！着実に、目的地に、近づいて、行くと、おー、すげえ。ここまでやってきたぜ。これは？こっちに行けばいいんかな？道に、あと、突撃した。この辺キラーポットだらけやねん。はい、攻撃攻撃。行きまーす。マヒャド。ペシッ。弱いよー。弱いよー。もっと、もっとがっつり、がっつり攻撃して。おお、こんなところで会心の一撃出た。いや、いいよ。弱い攻撃でも多分今普通にやっつけれてたよ。はい、とりあえず歩いていけるところは歩いていって、この辺ジャンプが必要。はい。これで？あ、まだ上があるね。お、吊り橋。こんな機械で通ったらなんかね、崩れ落ちそう。お、やってきてよ、聖地ラムダ。大会が開かれそうな音楽やね。モリーとか現れそうな音楽じゃない？これは？おー、なんかすごいな。すいません、モリーが現れそうとか言って、厳正な空気だったわ。厳粛な雰囲気が漂っていたわ。なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。ふふ、マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。え、故郷ですって？ということは、はい、この地こそ私たちのふるさと。命の大地と共に世界を守ってきた神悟りの里。神悟りの里？神語りの里。聖地ラムダですわ。静かすぎて退屈な場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる死者の森の山頂にあるはずですわ。ここで疲れを癒していきましょう。イエス様がいらしたと知ったら、みんなきっと喜びますわ。ここは町になってるの？町なの？聖地ラムダって。ただ単に通り抜けるだけの場所かと思ったけど違うんやね。おー、人がいっぱい。何かを崇拝中。お、子供？世界中の命を束ね、見守りし命の大樹や。今日このラブダの地に、また一つ、新たな命が生まれました。かつて古き葉として散った命は、こうして新たな葉として芽吹き、また違う一生を歩んでいくことでしょう。我らの母、命の大樹よ。聖地ラムダのいとけない若葉に、どうか祝福を授けたまえ。かわいい服ね、女の人の。ん？おお、双剣の姉妹ベロニカとセイネルではないか。一体いつからそこにいたのじゃ。どうもどうも、長老様、お久しぶりですわ。皆様お変わりないようで何よりです。なんかみんなさ、同じような服着てさ、なんか、なんていうん？こう、ここを抜けることは許さんみたいな感じの、なんか解釈をしてしまうけど、それは全然大丈夫なもんなんかな。ん？ベロニカ、そなたしばらく見ない間に、ずいぶん背が縮んでしまったようじゃな。これはちょっといろいろあってね。それより聞いてよ。ほら、
私たち言いつけ通りイエス様を見つけてきたわよ。あそこの言いつけで探しに行っとったってことなんや。まあ、イエス様ですって。おう、赤子に祝福を授ける洗礼の日にイエス様がいらっしゃるとは、なんと今日はめでたき日よ。私は聖地ラムダの長老、ファナード。こうしてお会いできる時を何年もの間お待ちしておりました。長老様、私たち世界中を旅してついに突き止めたのです。イエス様の命を狙う邪悪な者の存在を。まあ、こんなところで祈りを捧げるだけじゃわからんよね。なるほど。それではウルノーガなる者がテルカダール王国の誰かに化け、イエス様を亡き者にしようと。私たちはウルノーガを打ち倒すため、闇の力を払う何かが眠っているという命の大社のところへ向かうことになります。命の大社や巣の森の山頂にある祭壇にオーブを持ち続ければいけるらしいわ。私はかつてベロニカとセーニャがユイ様と共に命の大社を目指し天高い山を登っていく夢を見ました。あの夢はきっと大社の神話、神託。そう思ってベロニカとセーニャの二人をユイ様の元へと使わせたのですが、これで全てが明らかになりました。あの夢はユイ様が巣の森の山頂にある祭壇へ向かう光景を示していたのでしょう。巣の森へ続く道はこの先に見える大聖堂の奥にあります。私は大聖堂でお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら私のところまでお越しください。集まってないんかな、まだいまいちちょっと把握できてないんやけど。でも全部回ったと思うんやけどな。まだかな。どうも。夜に星空を眺めていると、明るく輝く赤い星があることを知っていましたか？あ、知っとる知っとる。中学生の時になんか習った。そういうこと？そういうこと？ドラクエの中のね。あれこそは勇者の星。古来より私たちが勇者様の象徴として崇め続けてきた聖なる星なのです。ふんふん、なるほど。じゃあとりあえず大聖堂へ向かえばいいんかな？ここ大聖堂って。あ、全然違う。全然違う。こっち側か。ここだね、大聖堂。あんなところにもいる。あ、2匹もおるやん。揃ってるでしょうか。始祖の森の山頂にある祭壇にオーブを6つ捧げれば、命の大社へ行けるそうですね。私はここでお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら、私のところまでお越しください。集まってないみたい。集まってないみたい。どういうこと？集めたと思ったんやけどな。特になんか行けるような場所もないよね。オーブを6つ集めろと。道具の大事なもののとこにあるんかな。あと何個いるんだ ?1、2、3、4、5。あと1個いる。あと1個どこだ。あと1個どこだよ。こういう時の仲間。聖地ラムダの長老はオーブが6つ集まったら大聖堂に来るようにって言ってたよな。まだここに来るには早いんじゃないか。次に集めるオーブのことを忘れないうちにさっさと引っ返そうぜ。どこに行けばいいの？聖地ラムダでは新たな命が生まれた時に命の大樹に感謝を捧げ、子供に祝福を続けるのです。幼い頃から何度も見てきた儀式ですが、新しい命というものはやはり尊いものですわ。創建の姉妹ってのは私と青年が生まれた時に長老がつけた呼び名よ。長老はね、私たちが生まれつきすごい呪文の才能を秘めていることを見抜いていて、私とセイネが力を合わせればケン様の強さに匹敵するって言われたの。私たちは二人で一つってわけね。旅に出る前によく言い聞かされたわ。これから先どんな時も二人で力を合わせて生きていけってね。聖地なんて初めて来たわ。見た感じあまり娯楽はなさそうだけど、みんな退屈しないのかしら。それよね、思う。この里を抜けて始祖の森へ行けば命の大樹への道が開かれる。これまで本当に長い道のりじゃったわい。だが命の大樹にたどり着いた時、アイラの本当の旅が始まる。わしにはそんな気がしてならんのじゃよ。広場にいたご夫婦素敵だったわね。16年前アイラが赤ん坊だった頃のアーウィン様とエレノア様を思い出すわ。早くウルノーガを倒してアイエ親子が何の不安もなく暮らしていける世の中を取り戻してあげたいものだわ。ヒントを言えよヒントを言えよ。もう何、暗くなる。びっくりした。イベントかと思った。お、じゃあこれでなんか赤い星が見えたりとか、
言われてた赤い節は何をどこよ。ないじゃないか。ないじゃないか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で、どこや神父様、あ、これ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあとりあえずまた今までの自分の動画を見返したりとかいろいろして自分の行ってないような場所に行ってみんといかんわけだね。オーブがあと一つ足りんということやけんあと一つでっかい街があるはず。